土本の明は、日本の記録映画作家、ルポルタージュ作家、岐阜県と岸生まれ、小学生で東京に移住し、麹町小学校を経て、麻布中学校、高等学校に入学。中学時代は勤労方針に明け暮れ、頭のてっぺんから足の先まで、本当に天皇のために命を捨てる青年として育てられたが、終戦を機に、誰も、 本当のことを言ってくれなかったという思いから、新聞記者あるいはジャーナリストを志す。早稲田大学文学部を学生運動のため助籍。在学中に日本共産党に入党し、1952年に山村工作隊の活動で逮捕される。山村工作隊では、小河内ダム破壊を目指した小河内工作隊にところ属し、共に活動した、 手志河原博士とは、修正友人であった。1956年岩波映画制作初入社、ドキュメンタリー制作に携わる。1957年フリーになり、民放へも活動の場を広げ、1963年、国鉄の PR 映画、ある機関女子で監督デビュー。また、黒木和夫、小川晋介らと、青の会を結成。 1965年に初めて訪れた水俣市で、水俣病患者の現状に衝撃を受ける。ドキュメント路上、パルチザン前史などを経て、1971年、水俣患者さんとその世界発表以降は、水俣病問題に取り組み続け、同作を含む17本の連作を主として、成輪者によって制作した。 また、生林社からは、土本の助監督出身者として、小池雅人、西山正宏、若月治藤本幸久らが、ドキュメンタリー映画監督として育っている。その後も晩年に至るまで、積極的に、ドキュメンタリー映画を撮り続けてきたが、2008年6月24日に、肺がんのため、千葉県南房総市の入院先の病院で死去。去年79。 葬儀は、近親者のみの密葬で行われ、7月26日に、東京都千代田区にある、女水会館スターホールで、お別れの会が開催された。ノンフィクション作家の土本亜美チ子は、地娘。1965年、30分テレビ番組の、水俣病特集のために訪れた、水俣病患者多発地区の水俣市誘導で、患者家族から言われた、なして取るか。 取ったって少しも体が良くならんばい、この子は、人を見せ物にしてという言葉が、呆然自失となるほど、深く突き刺さったという。その言葉は、今まで取り逃げしていたのではないかと自問し、魂の入った作品を制作することを決意させる、こととなる。その後、本格的に水俣に入り、家を借り現地の人々と生活を共にしながら、撮影を行い、 1971年、水俣、患者さんとその世界を発表した。その後も水俣病や、それに関する作品を制作し続け、患者支援運動の関係者から、空気のようなカメラ。それが、患者家族の外に向かって、重く閉ざした扉の一つを開けたと評された。患者の遺影収集にも取り組んでいた。1996年に開催した、水俣、 東京店では、知らぬ光沿岸にある患者の遺族を一軒一軒、訪ねて、約500人の遺影を集めた。2021年9月23日、友人スミスを題材にした映画、水俣水俣が日本で、全国公開。これに合わせて、土本の、水俣患者さんとその世界と、水俣一期一生を問う人々が、 同月から全国6つの劇場で特別上映された。ありがとうございます。